人気俳優の岡田将生とフジテレビの鈴木忠アナが昨年末に破局したと、ニュースサイトニュースポストセブンが報じた。これによりネット上では、女性を笑いトリオ、3時のヒロインの福田麻貴がクローズアップされている。岡田と鈴木アナは、コロナ禍真っ只中だった2021年6月、写真誌、フライデーで自宅での記号巣ごもりデート記号が報じられ、交際が発覚した。昨年5月には小田急線内でデートする姿を、写真誌、フラッシュがキャッチ。他の乗客がいる中、鈴木アナが、まさきくんと呼ぶなど、親密な関係を報じた。そうした中、ニュースポストセブンは8日、二人が昨年末に破局したと報道。気になるのは昨年暮れにフライデーが報じた、岡田と福田の記号はしご酒デート記号だ。しかもこの日は鈴木アナの誕生日だった。もっともフライデーによると、福田がもう一軒行きましょうよと岡田を連れ回したが、最終的に岡田は福田を自宅に送り届け、マンションのエントランス前でお辞儀してそのまま帰ったというのだが、それでも今回の破局報道で、福田との記号はしご酒デート記号が再びクローズアップされてしまった。ネット上では、まさか福田麻貴ちゃんとの噂は本当だったってこと？岡田将生は鈴木優衣より福田麻貴を選んだ。まさか福田麻貴が略奪に成功したというのか？などの書き込みが見られている。果たして真相は？5月上旬の昼過ぎ、岡田は自宅から車で鈴木アナのマンションへお迎えに。到着すると、数分後には鈴木アナが、待った？ごめんね、という感じで車に乗り込んだ。その後、岡田のマンションへ向かう車を途中で止めると、鈴木アナは車を降りると一人で通り沿いのパン屋へ。買い物を終えるとまた車に乗り込んで、二人は岡田の部屋へと向かったのだった。またそれから1週間ほど経った5月中旬にも、岡田は彼女のマンションへ向かった。彼女を乗せると、今度は途中で岡田の方が酒屋で買い物をし、その後いつものように岡田のマンションへ。到着すると仲睦まじく寄り添いながら中へと入っていった。どうやら、この岡田宅での巣ごもりデートというのが二人の定番デートらしく、4月上旬にも車で彼女のマンションへ送り届ける岡田が目撃されている。鈴木アナは入社6年目、期待の若手アナだ。富士にしては珍しく、ミスコンなどへの出場歴がない、早稲田大学の国際教養学部出身。授業がすべて英語で行われるが、海外留学の経験もある彼女の語学力は全く問題なかったようだ。なんとトイックで満点を取ったこともあるとの噂もある才女だ。二人が知り合ったのは知り合いの紹介で昨年の夏頃らしく、その後交際が始まってまだ半年くらいということから、プライベートで知り合った二人が仕事で再会、その後交際に発展したのかもしれない。フライデーの直撃に対しては、すみません、ごめんなさい、申し訳ないのですが何も言えることがないです、会社を通していただければとハキハキと対応した鈴木アナ。岡田の所属事務所は、プライベートについては本人に任せておりますと回答している。爽やかな印象で好感度の高い二人の交際は今後どう展開するのか、まだありません。俳優の岡田将生さんとフジテレビアナウンサーの鈴木優衣さんが破局したとの報道がありました。それを受け、人気を笑いトリオ3時のヒロイン福田麻貴さんに批判が殺到しています。鈴木忠アナの誕生日である12月13日に岡田将生さんと福田麻貴さんが食事をしており、略奪したのかと言われているんです。ただどうやら岡田将生さんと福田麻貴さんは熱愛関係にはないようです。次は鈴木忠アナと破局で話題の岡田将生さんと3時のヒロイン福田麻貴さんの関係性についてまとめます。フライデーによると、岡田将生さんと福田麻貴さんは6時間にわたるはしご酒デートをしていたそうです。つい先日、その鈴木アナが W 杯の取材を終え、カタールから帰国。実はこの日は鈴木アナの誕生日だったのだが、岡田がデートしていたのは福田だった。まさかこの二人。ヤフー、ニュースより。
このはしご酒デートがあったのが、鈴木忠アナの誕生日だったということで、この頃から福田麻貴さんが岡田将生さんを略奪したのかとの憶測が広がることに。そして、その後に岡田将生さんと鈴木忠アナの破局報道がありました。二人は電車内での仲睦まじいデート写真が撮られるなど、結婚間近だと言われていただけに衝撃ですよね。この破局で福田麻貴さんの略奪が現実味を帯びてきましたが、実際のところ岡田将生さんと福田麻貴さんは、そのような関係にはないようなんです。その理由を解説していきます。岡田将生さんと福田麻貴さんは、居酒屋を3軒はしごしていましたが、岡田将生さんは1軒目で帰りたい素振りを見せていました。もう帰るよ。もう1軒行きましょうよ。時刻は夜10時。岡田を返したくない福田が、彼を先導して商店街をずんずん歩く、はしご酒デートの要因は、福田麻貴さんだったようですね。二人が熱愛関係にあるならば、福田麻貴さんがもう一軒行きましょうよと誘うことはないはず。また、岡田将生さんと福田麻貴さんの年齢は一歳違い。一歳年上の福田麻貴さんが岡田将生さんに敬語を使っているため、本当に恋人同士であれば不自然です。これも二人が付き合っていないことを裏付けていますね。そして三軒目では、福田麻貴さんの後輩が合流しています。その後輩とは、福田麻貴さんがかつて所属していた、吉本初のアイドルグループ、つぼみ大革命のメンバー二人です。この後輩の合流で、空気は一気に忘年会ムードになったといいます。このことからも、二人は熱愛関係にはない可能性が高いですよね。最終的に飲み会は日付が変わる頃に終了。岡田将生さんは福田麻貴さんを自宅マンションまで送ったそうです。ただ、岡田将生さんは自宅には入らず、マンションの前で福田麻貴さんにお辞儀をして帰っていきました。向かった先は福田のマンション。やはりこの二人と期待は高まったが、岡田はマンションのエントランス前でしんしんとお辞儀をすると、自宅へ帰っていった。自宅マンションまで送ったということで関係性を疑ってしまいますが、自宅には入らなかったようですね。これは岡田将生さんと福田麻貴さんが、熱愛関係にはない決定的な証拠だと言えます。また記事によると、3軒目の店からマンションまで2人は徒歩で移動していたとのこと。徒歩で行ける距離にマンションがあり、時間帯が深夜に近づく頃であれば、好意がなくても送っていくのもあり得ることではないでしょうか。福田麻貴さんはバラエティ番組、トークインズにレギュラーとして出演しています。この番組では、ゲストとレギュラー出演者1名が収録前に店で対面し、取材を行う事前取材が行われます。この事前取材ですが、スタッフなどは全く参加せず、カメラを置いて2人だけで行われるものなんです。ゲストの恋愛観や結婚について深く釣りするトークインズの事前取材。今回の岡田将生さんと福田麻貴さんの2ショットも、この事前取材だったらいいのに、と考える人もいるようです。岡田将生と福田麻貴の撮られた写真。トークインズの事前取材だったら面白いのに。ただ、撮られた2人の写真があまりにもフランクなことや、結局2件目3件目と続いたことから、その可能性は低いかもしれません。このように、はしご酒デートが報じられた。岡田将生さんと福田麻貴さんですが、熱愛関係とは言えないようですね。岡田将生さん自身は、福田麻貴さんを友達だと話しているようです。スポーツ紙の芸能記者が次のように明かしています。岡田は周囲に福田は友達と公言しているようだが、恋人の誕生日に岡田を横取りした福田は立派としか言いようがない。日刊現代より。実際、岡田将生さんは芸能界にのみ友達が多く、ハライチ澤部さんとも親友なんだとか、結婚間近と言われていた鈴木忠アナとの破局報道で、岡田将生さんを略奪したと批判が殺到している福田麻貴さん。福田麻貴さん側の行為は否定できないものの、岡田将生さんは友達としています。それなのに批判が殺到だなんて、福田麻貴さんは巻き込まれた一番の被害者なのかもしれませんね。福田麻貴さん側も、
自身のインスタグラムで岡田将生さんとの関係を否定していました。お笑いトリオ3時のヒロインの福田麻貴が11日までにインスタグラムを更新。自身に関連する一部報道について事実と全然違いますと否定し、心配するファンに安心してくださいと呼びかけた。普段ネットを見ないようにしているという福田麻貴さんですが、批判が殺到していることが届いたようですね。これで岡田将生さんと福田麻貴さんの熱愛は双方が否定する形となったので、交際の事実はないのでしょう。